おはようございます、高津です。ちょっと今帰ってきたところでちょっと自転車思いっきりこいで汗かいてます。昨日上げた動画で、キルトン教授から MMT 推進派の、藤井聡教授や三橋貴明先生なんかが絶縁宣言されたという動画を上げたんですけれども、すぐにねそれは撤回されたという噂が入ってきたんですけれども、でもいくら探しても当事者さんからの、コメントがないんですよね。それでさっきね、たまたま安藤博先生、自民党内の MMT 推進派の議員さんのツイート、リツイートを見かけたんで、いきなり安藤先生に向けて、ケルトン教授の絶縁宣言どうなりましたでしょうかってね、撤回の噂もありますが、当事者さんのコメントが言えないので、って、いきなり質問ぶち込んだんですけれども、返事ないかもわからないですけどもね。それと、日銀の黒田総裁の会見がありましたよね。もう、なんか、長いの聞いたんですけどね、YouTube で、ね、テレビではそんな長いのやらないんだけども、ちょっと家事、朝ごはんしながら聞いたんでね、よう頭に入ってないんで、もう一回聞き直そうと思ってるんですけども、やっぱしね、私、日銀っていうのは、やっぱり世界経済も考慮して、現在の政策を行っているわけでね。で、黒田総裁の口からね、BIS という名称がね、出たんですよ。あ、やっぱりそうや、と思ってね。BIS っていうのは何かって言ったら、世界の中央銀行の中の、そのトップに立つ、中央銀行の中の中央銀行なんですよ。その BIS っていうのは、かの有名な陰謀論にもよく出てくる、ロスチャイルド系のね、が 100% の、民間銀行なんですよ。民間銀行で世界の中央銀行の中央銀行で、めっちゃすごいでしょ。そこの実力っていうのは、そこの一行だけで、ハイパーインフレもデフレも自由自在っていうぐらいのね、実力になるところなんですよ。で、各国のそれぞれの国 の、 中央銀行に、ロシア系の親戚をね、全部ね、トップに据えてるんですよ。だから、世界統一政府とかにちらちら名前が出てくるロシアルドね、が、世界を牛耳ってるのが、世の中の真実っていうか。なのに、その MMT 推進派の人は、理論的にはね、それは、自国、通貨発行権になる国はね、お金吸ったらいいわけやから、デフォルトしないっていうのは、それはその通りなんだけども、MMT の、推進論者の方って、どの方見てもね、世界経済に対する視点が皆無なんですよ。だからそれ日本だけやったらね、それはそれでね、何も間違ったこと言ってないけども、世界の圧力っていうのがあるじゃないですか。だからその、何本か前の動画でも見た通りに、そんなことしたら MMT みたいな、MMT も自民党がやるんだったらマシやねんけども、令和新選組みたいなね、新左翼っていうかね、はっきり言ったら、北朝鮮中立思想がバックについてるようなところをやるとね、完全に、BIS とか、アメリカからね、潰されます。それで、ベネズエラみたいにね、なんていうの？金融止められてね、ハイパーインフレもハイパーインフレの200何十倍かのね、ハイパーインフレになって、踏み潰れますよね。だからなんでね、そういう、そのくせね、そういう、審査役の人たちはね、その安倍政権がそのアメリカに追従してるとかね、そういう、世界金融資産の言いなりやとかね、違反するくせに、そういう知識はあるくせに、そんなん言うたって無理やんか。あんな巨大な勢力にどうやって戦うのっていうところにね、全く考えが及ばないのか、そんなことはどうでもいいから、自民党を潰せさえすればいいっていうのかね。潰せさえすればいいっていうのがね、ほんまやと思ってます。一般、末端の人はね、純粋に戦争がなくなったらいいなとかね、人類みんな平和で平等になったらいいなとか、戦争のない国にしたいなとかね、そういう、ポエムみたいなことを考えてる人がほとんどだと思うんですけれども、実際はね、今、世界はもう大変なところに来てます。それこそ、第三次世界大戦がね、いつ起こってもおかしくないようなね、状態で。で、人口もね、もう毎年、ものすごい数増えていってるんですよね。中国なんかは一人っ子政策やってるけれども、日本でも、超高齢化社会って言われるように、若い世代が減って、高齢者ばっかり、増えてますけどね。もう一人が一人を支えないといけないぐらいのね、時代になってきてるんですよね。このままやったら年金破綻するから、MMT で金吸って、新規国債発行してね、という発想もわからんではないけれども、世界経済を考えないとね、やっぱりいろんな圧力があるから、今日の黒田総裁の話聞いてもね、ああいう方もむちゃくちゃ頭いいですよ、そりゃ。もうそんなど素人ができる職業ってないですしね。だからそういう MMT の理論とか、そういうのは百も承知で、そうせざるを得ないって私は見てるんですよね。決して賛成はしないけども、ダメなとこをこう、削っていった結果、これしかないっていうね、選択肢のギリギリの中で日本をね、やってきてると思うんですよ。安倍総理にしてもね。それを竹中が悪いとかね、竹中も悪いけども、たった一人の責任にしてね、そこに MMT 持ってきたら助かるんやっていう論調でね、ちょっと考え足りないようにね、ど素人の私ですが思うんですよ。ほんで今、MMT のね、反論をね、今ブログにまとめて、
今4分の1ぐらい出たんですけど、ちょっと膨大すぎてね、それであのすごい経済の専門家ってね言うことが難しいんですよね。でイラン装飾紙つけたりね、もうそれどんどん削って、あの私ライターですんでね、できるだけこう短く短くね、あの文章を詰めて、で、あの分からんところをこうネットで調べながら、それで注釈入れながらね、まとめてるんですけどね、まだまだかかりそうです。だからその、やっぱり、MMT の素晴らしいとこも理解してるけれども、その、反 MMT の理由っていうのもね、しっかり頭に入れて、あの、しないとね。で、安倍総理が、その、有識者と面談で4人の、あの、経済の専門家と会ってね、あの、考えられた結果、その、消費税増税に賛成が3人で、反対が1名だったんですよね。で、MMT に賛成派の方でも、その微妙に皆さん違っててね、MMT 賛成派の中でも、その MMT に対する認識の違いっていうのがね、いろいろあって、MMT 推進してるはずやのに、無税にするって、それやったらその MMT の、あの、原価貨幣理論自体が崩壊するじゃないかと思うんですけどね。というのも、まあ、あの、中野剛先生の本で主にあの MMT を勉強したんですけれども、それによると、その、あの、信用創造の信用っていうのはね、その、国が、あの、税金としてお金をこう集めるじゃないですか。こう税金として使えるからお金っていうのは利益があるんですよね。で、信用創造って言ったらはっきり言ったら、その、あの、マネー必マネーっていうように、あの、銀行家がこう、1000万って買ったら、途端に、あの、1000万円が生まれるわけですよ。で、実際の紙幣っていうのは、紙のお札っていうのはね、あの、その、ないんですね。まあ、吸ったらあるけども。だから、その、紙で、あの、鉛筆で書いただけの、まあ、万年筆で書いただけの数字がなんでみんなに信用されて、そのお金としてね、行き渡ってるかというと、その、国が税金として、あの、使えますよっていうお墨付き、要するに、徴税権で言うんですけどね、まあ、税金を徴収する権利っていうのかな。それがあるからお金っていうのは値打ちがあるんですよね。でももちろんそれは国の信用があるからで、日本というのはもう、すごい、ものすごい信用なんですよね。まあ、米ドルについて日本円が強いと言われてるぐらいね、日本っていう国の信用はあるわけなんですけれども、まあ、国の信用がなかったら、それこそベネズエラとかジンバブエとかね、まあ、内乱状態の国とか、あの、みたいになるわけです。今、韓国も無残な状態ですよね。まあ、どこもスワップしてくれないけど、あ、カナダがスワップしたんですよね。カナダもアホな国やなと思うんだけど、まあ、それは置いておいて、まあ、とりあえずその MMT から、ケルトン教授から絶縁されたっていう件についてね、今、返事待ちです。それと同時に、あの、MMT の反論もね、今まとめてるとこなんで、今日夜遅くまで頑張って、ちょっといつ発表できるかわかりませんけれども、もう少々お待ちください。以上です。よろしかったらチャンネル登録、投票ボタンをよろしくお願いします。